はい、どうも皆さん、こんにちは、会長です。今日は、4年間ずっと強い男をね、使っていきたいと思います。ギルギアコラムの、最終弾ということで、最後ソルなんですけど、こいつかなり強いですね。環境トップってなることはね、なかなかないですね。最初期の頃かなぐらいなんですけど、ずっと不遇って言われることは、マジでないんで、多分、記憶の限りでは。っていう保険かけておく。強いですね。強み弱みなかなかソルって言いづらいんですけど、耐久もね、そんな高いわけじゃないんでね。フルカノとか限定的に必要なカードがないから、デッキの注意度高いんで、結構誰にでもおすすめできるキャラですね。困ったらそれを使ってもいい。野良性能も高めだし、ヒーロースキルも弱いんで、ちょっと PS は必要かなとは思うんですけど、使えれば、ある程度尖ったデッキプールでも使えるので、僕は好きですね。強みなんですけど、通常と、あとあれかな、通常もそうだし、バイパーかな、1万は。これ無理やり持ってって死んでいく。ちょっと無理に攻めすぎたんですけど、いちいち交換できたからいいかな。当たりがモンスター剥がれてるんで、あと1回当たり溜まるから、そこだけ剥がしたいですね。さて、ここは広げていいかな。当たりが復帰で、デズがね、溜めた挿入してるんで、味方に任せて、デズ HS 合わせるように溜めつつ、当たりがね、もうすぐ溜まると思うんで、めちゃめちゃあからさまに下がってるんでね、あれ武術家で追い詰めながら、ゆららで剥がしたいなってところなんですけど。皆さんソウル引けましたか？デズと違って、ソルのために、キャラガチャ引くっていう人はなかなかいないと思うんですけど、引けたら引けたでいいんじゃないかな。僕もね、3、4回連続でギルギアコラボ最初はね、ソル引いて泣いてました。一番最初1年目のね、ギルギアコラボとか、もう、泣きなしのね、BM で、2回引いて両方ね、ソルで、デズ欲しいって泣いてたんですけど、僕、デズが実装されたのが、1年半、2年ぐらい、そんぐらいなんで、どっちかって言うとデズの方が好きですね。僕ずっとね、150ソル使ってて、メカハン、アバカン、イェーガー、ギアメでやってました。メカアバカンは結構強い。けど、よく考えた時に、メカとアバカンのシナジーってあんまなくねって思ったんで、最近使ってないですね。シナジーあるというと、武術家メカは結構通常で押しながら、敵がダメか回復切ったら、ゆららでね、押し込むみたいな感じできるし、あとマジスクアバカンとかマジスクでダメかかしてから、アバカンでね、そのままバイパーで倒すみたいな立ち回りできるし、マジアバレン切りで、ほぼ確定でアバカン入るし、一応何でも組めるってあるんですけど、一応シナジーがね、あるデッキ組むといいかなって思います。メカもね、全然強いと思うけどね。今だったらゆららアバカンか。あと、引き連ゆららとかも結構強いですね。無難に連撃ソル強いんで。一応、カノーネもね、当たるっちゃ当たるんで、カノーネも、なしではない気がする。ソル上手い人は、結構ね、200とか220とかで、野良で金アイコンとか取っちゃったりするんで、野良シーズンですけど、固定でも240いない固定だっけな。で、耐久だけど、金アイコン取ったり、ソルね、可能性はめちゃめちゃあるんですよね。低ステの希望と言っても過言ではない。こう言うと、220は低ステじゃないって言われそうなんですけど、そこはね、一旦置いといてください。で、次はマジスクアバカンやっていきます。リリーマルトマスか。で、ソルのダメ化なんですけど、個人的にはイエーガーおすすめですね。バイパーするんで、やっぱ長いダメ化が欲しい。で、メダルは、個人的に足目がおすすめかな。僕足7なんですけど、足目あった方が、動きやすい。
まあただゆららマジゆらとかするんだったら懸命でもいいかもしんない。どうなんだろうね、ちょっとソルプロじゃないから何とも言えないわ。で上広げたいんですけど、広げる時間あるかな。ありそう、全員下がってくれた。 OK。 でデッキもちょっと体力よりではないわ、あんまないんですけど、まあ桜とマジスクがまあ普通の桜と青マジよりかは体力よりなんで頑張って耐久したいですね。これ完全に耐久かな。まあバカン当たったらバイパーで倒したいぐらいですけど、でカノマネがなさそうなんで家が刺さりそう。さあ空掛け、まあ、触るまで待っていいね。ナイスイデア、いいね。まあトマスはデズが見れるか。さあこれマジアバしてもね多分無理なんだよね。おっと、待ってそれやばい、それはやばい。トマストランク来た。弾くけどしんどいね。早っ、強っダメかな発生早っ。いやこれきちー、うまい、ナイス。マルコス多分見えないと思ったから僕が見たんですけど、おせっかいだったかな。パターはどうだろう。じゃ僕がいないのに打たれると多分無理だと思うんだよね。さあヒーロースキルを打って、無理だろこれ、無理だな、いけるか。ナイス、痛いよー。オッケー、めっちゃ飛んだな、ナイス。まあちょっと耐久にしか回れなかったんですけど、まあ勝てたんでいいかな。結果オーライすぎる、完全に負けたと思ったはい、じゃあ次のデッキやっていきます。はい、3戦目マジウラやっていくんですけど、まあ、マジウラに関しては、まあ、注意点として低数でやらない方がいいと思います。まあ、ユララ主体がねちょっと渋い気がする。多分ダメージそんな入んないから、まあ、バイパーがうまく決まるんだったらマジウラでもいいけど、まあ、決まらないんだったら、まあ、武術家とかの方が、個人的に、まあ、耐久にも回れるし、おすすめかな。で、これ、13が言い取ってくれそうなんで、僕はね、ここ検問しますか。いや、これ取れないの？取らないの？取らないのね。いやー、待って、それはしんどいなー。取ってほしいなー。オッケー、 でかいところ2点取って、の方が帰ったんでこっちをね触りに行きます。でのほヒーロースキルが来そうだね。あーミスター無理、あそれか。いや取れてるポータル守ってほしいな、これどうしようもないんだよね。でもボイドがポータル守って僕らが詰めた方がいいんですけど、あー終わった、臭い。ボイドで頼む、頼む、裏を見てくれ。まあ、そっち取れてるなら、まあ、いいや。さあ、広げたら足をね、先に触りに行きますか。C 取って、まあ、未だにね、まともに戦ってないね。その方が、打ったね。いや、マジか。いや、これどうしよう。こっち行く？
これは取れてるモータル守んないといけないけど、これ間に合うかな。いやこれ5-0される。はい、いやしんどいしんどいしんどい。あでも3点取れてるならまあいいや。C やばい、頼む。なんでなんでなんで1対1でしょ。 OK、 危ねえ。ナイス、これ俺が踏む俺が踏む。オッケー、ナイス、よかった。なんで勝ったかわかんねえ。これは野良ですね完全に。マジでわからん。いや全然ね詰めれなかったね。もうなんかポータル守ることしかできなかったんですけど、攻めに回ったら今多分無理だったと思うんだよな。まあこれでいいんじゃないですかね。はい、ラストはね、ギルギアデッキでやっていきます。ちょっとね、テイク3ぐらいなんですよね。最後のギルギアデッキだけ。マジで死ぬ。4ぐらいかな、テイク。もうこれで決めるわ。てかもう勝っても負けてもこれ、いいや。疲れました。はい。なんかね、勝てないんだよね。なんでだろう。なんででしょうか。まあ、僕はあんまソル上手くないんで、そこもあるかもしれないけど。やっぱ、アバカンユラがむずい。さあチュンリー対面積極的に詰めていきたいですね。これ引き連くるな。触ってほしい触ってほしい触ってほしい。チュンリーマジでなんでここまでして詰めないの。終わってるって、頼むよ。 OK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 。 ユララはないタイプかな。これ AI だ、嘘。オブねー、僕のキルです。はい、でデズ相手にな。てかルチアン何で攻めた。ためでいいと思う。3点取れてるからやばい、わからない。基本的に味方に合わせる立ち回りしてるんですけど、これ AI ですね。もう AI でいいや。 AI 戦あげます。 OKOK。 まあ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 、貯めれば勝ち。え、攻める攻める必要ある。多分どうせ貯まると思うんだよね。まあ AI だから攻めていいのか。攻めていいよね。あ、そういうことね。吸いたいのね。なるほどね、気持ちは分かります。はい、分かりました。やりたいことが、まあ、詰めた理由が分かったんで、まあ、満足なんですけど、満足っちゃ満足。え、なんかラグ。オッケー、まあ、これだけ倒しておくか。 AI 戦の勝ち方、 AI でレベルを上げる。無理だ、死んだ。リバゼンバーゲン旗やっぱ多いですね。まあ強いからね無難に。って感じで、なんともね、もういいってそういうの。なんか微妙な終わり方なんですけど、あ、ありがとうありがとな。強すぎる。まあ微妙な終わり方なんですけど、まあ、ちょっと僕の気力がねなくなってしまったので終わります。はい。なんだかんだね1時間ぐらい
一人で呪ってるわ。なんでだろう。え、なんでこんな呪ってんの。そんなに負けた。まあさすがにね、試合にならない試合は省いてるんですけど、にしてもちょっとかかりすぎたんで、なんででしょうね。はい、以上ね、それでした。まあ多分ね、デゼソル回の順番で強いと思うので、もちろん扱いが難しいんですけど、まあ極めればね、なかなか強いキャラなんで、よければ頑張ってみてください。ではさよなら。